こんにちは、オーガです。今日は、ギターのストロークの時のですね、右手のフォームについて解説していきたいと思っております。で、一応続きになってまして、ギターを独学で習得する方法、コードとストローク編の続編、3つに分けて動画作ってるんですけど、その、3つ目にあたる動画になります。まだ、1つ目2つ目見てないよって方は、ぜひそちらの方先にご覧になっていただければと思います。URL、概要欄の方に貼っときますんでチェックしておいてください。で、前回、パート2の方の動画では、4つのコードを覚えて G と Em と C と D ですね、厳密に言うと G と Em はパート1の方で覚えたんですけど、その4つを覚えられると、有名な曲スタンドバイミーができちゃうよっていう、内容でした。一応下げバージョンになるんですけど、その辺はとりあえず置いといてもらって、で、原曲キーでやりたい方はカポにつけてやってもらえば大丈夫なんで、で、そちらの、コード進行で右手のフォーム一応確認していきたいと思います。で、今日やる内容なんですけれども、今アコースティックギター持ってますけど、エレキギターの場合でも全く同じなので、もしエレキギター持ってる方はエレキギター持ちながら一緒に、やっててもらえればいいかなと思います。はい。で、右手のフォームで大事なポイントっていうのが6つあるんですね。6つ多いなって感じだと思うんですけど、順番に説明していきますね。1つ目は肘を支点に振るっていうことです。肘を支点に振る、どんな感じになるかっていうと、こういう感じですね。ちょっとコード G を押さえてやってみますね。こんな感じです。もし肘が支点になってない場合どういう感じになっちゃうか、じゃあ例えば手首支点にしましょうか。なんかロボットみたいになっちゃいますよね。で、今度、肩を支点にしてやってみますね。なんかそのニュアンスをつけたりとか、パフォーマンス的な要素でたまにこうあえてこういう感じで大きく振ることもあるんですけど、基本的にはこれは NG になります。で、もし肩が支点になってる場合っていうのは肘が結構上下しちゃうんですよね。こういう感じで肘の位置は固定します。肘が支点になりますんで、こういう感じですね。これが一つ目で、今ストロークなので肘は上下しないように固定してますけど、単音弾きの場合は弦管を移る時とかに肘が上下することもありますんで、絶対肘はどんな時でも動かないっていうわけではありませんので、とりあえずストロークの時は動かしちゃダメです。で、2個目のポイントは腕の回転です。腕の回転ってどうやってやるかっていうと、まずこの肘からこの中指のこのなんていうんですか、ここ剣だこができる部分、この部分ですね。パンチした時にこう当たるこのゴツッとした部分、ここまでに1本なんか太い針金が通ってるみたいな、その針が絶対曲がんない針金が通ってるみたいなイメージを持ってみてください。で、その針金をぐるっとこう回転させてみてください。そうするとこういう感じになると思うんですよね。こういう感じで、この回転をですね、このひねりといいますか、これをさっきの肘を支点とした上下に加えてあげるんですね。ダウンの時はこっち回し、なんて言うんだろうな、反時計回りか、左回しになるん で、ピックの先端がこう弾き終わった時にこうお辞儀するような感じになります。お辞儀するような感じで、アップの時はその逆ですね。時計回りに回転させるので、弾き終わった後にピックの先端が上を向いた状態になるようになってれば、OK です。これです。で、この回転の入れ方なんですけど、弾きながらこうゆっくりこう滑らかにグリグリグリってこう回転させるんじゃなくて、勢いよくパッてやってほしいんですよね。これがかなり最初慣れるまで難しいポイントになるんですけれども、これができてないとなかなか綺麗なまとまった音が出ないんですね。アップの時にこうバッ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 みたいな感じの、結構痛々しい汚い音になっちゃうのは、大体この2つができてないことが、一番の理由になってるんじゃないかなと思います。で、あともう一つ、意識してもらいたいところとしては、この回転を入れていくとピックがこういうふうにこう弧を描くような感じでお辞儀したり上にこう上がったりとかするじゃないですか。で、この上下に上がった時のその角度が1対1になるようにしてほしいんですね。例えば、この状態から、横から見た方が分かりやすいかね。横から見た状態で、これ今かなり下にお辞儀してますよね。で、今度アップで、こう弾き終わったと、このボディに対して、ここが地面だと考えたら、ようやくこれで今90度ぐらいっていうんですかね、直角ぐらいにこう立ってるような感じになってるじゃないですか。これだと上に向いてないですよね。これで初めて上向きましたよね。最初弾き始めるときに、このボディの目に対して、ピックがこう90度になるようにまず直角に立ててあげます。で、これ上から見てると、これ多分直角ぐらいに立ってるなと思っても、これ横から覗いてみると案外、
あの直角になってなかったりとかしてピックの先端が上に向いちゃってることが結構多いと思うんですよ。で鏡持ってる人はこうやって横からこう見てもらえばいいと思います。でない人は、まあ、ない人もそうそういないと思うんですけど、あの、まあ、ちょっと横からこう見てもらったりとか、スマホを横に置いて動画撮ってみるとか、まあ、動画撮らなくてもあのインカメとかにしてやればこう鏡代わりになるじゃないですか。なのでそれでちょっと確認してもらえるといいと思います。でまずこの直角に立てたらピックの先端がちょっと気持ち上向くような感じにしてください。この直角の状態からちょっと上を向ける、ちょっと上を向けた状態から肘を支点に下に振りながら回転を入れていく。で引き終わったらピックの先端がちょっと下にお辞儀するような感じ。最初にちょっと上に向けたこの角度と引き終わった後にこの下に向いてる角度っていうのが上下1対1になるようにしてほしいんですね。まあ、例えば数値で言うんだったら、上に向いた時にここが15度傾いてるんだとしたら、引き終わった後に下に向いてる角度も15度にしてあげる。まあ、上下対称になるようにしてあげるって感じですね。で実際この回転最初こう、慣れるまでは大きくブン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 って入れた方がいいと思うんですけど、慣れてきたら実際そんなにものすごくいっぱいこの回転を入れるわけじゃないんですね。まあ、わずかにって感じなんですけど、まあ、最初癖つけるために大きくやってもいいんじゃないかなと思います。で、この腕の回転と肘を支点とした振りを混ぜていくちょっとしたコツなんですけど、まず肘、そして手首、そして手首より先の指の力を抜いてください。抜くとダラーンとしますよね。で、この状態で手を振っていくんですけど、あの、ムチをイメージしてあげると分かりやすいと思うんですね。あの、ムチって取っ手があって、で、取っ手を振ることによって、その先端のこの柔らかいふにゃふにゃした部分っていうんですか、あの、紐みたいな部分がこう大きくしなって、最終的に、まあ、ムチの先端の部分が遠心力がものすごいかかって、バチーンってこう強い、あの打撃を与えることができるっていうような感じじゃないですか。実際ちょっとムチ使ったことないんで分かんないですけど、イメージするとそうですよね。で、この肘の部分がムチの取っ手だと思ってください。で、そのムチの取っ手をちょっと動かして振ることによって、その先の部分がどん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 大きくしなっていって、最終的に先端、ムチの先端、ここで言うとピックですね、ピックに遠心力がかかってシュワッと鋭いストロークができるっていった感じになってます。だからこの手首とかが硬くなっちゃってると、なかなかその遠心力をかけることができないので、音も結構硬い感じになっちゃうんですね。その右手のこの力を入れた緊張感って音にも結構伝わっちゃうんで、ちょっと試しにやってみますね。 G を押さえて、じゃあちょっと手首固めて弾いてみます。まあ、かなりやかましいし、うるさいし、下手くそだなって感じの音になっちゃいますよね。で、今度手首柔らかくして弾いてみますね。これだったら、まあ、聞いてやってもいいかなって感じの音にちょっと近づきましたよね。はい、こんな感じです。で、次はですね、今の内容とちょっと似ちゃうんですけれども、まあ、この肩より先の腕の部分をですね、全部力を抜くってことですね。まあ、脱力ですね、一言で言えば。それが大事になってきます。で、まあ、なんでそれが大事なのかっていうと、まあ、力が入っていると音も硬くなっちゃう、痛くなっちゃうからですね。で、まずこういう感じで、だらんと手を垂らしてください。こういう感じですね。で、垂らしてもらって、で、最低限の力でこの肘から先をこう曲げてきて、で、ストロークするフォームを作るっていった感じですね。もし、まだ始めたばっかで左手もガッチガチで力入っちゃってるよって場合はですね、左手に力が入ってると右手にもなんか伝わりやすいんですよ。なんか人間って左右対称になるようになってるらしくて。なので、まあ致し方ない部分はあるんで、多少力入っちゃっててもいいっちゃいいんですけど、なるべく左手も、まあ、これ以上力緩めたらならないけど、これだったらギリなるなっていうぐらいの最低限の力で抑えてあげてください。で、なるべく体からこう、緊張を取っていく、まあ、力を入れてる部分をなるべく少なくしていくっていうのが結構大事になってきます。次ですね、次はピックを持つ力の加減ですね。で、ピックの持つ力の加減なんですけれども、まあ、極力なるべく最低限の力で持ってあげる。まあ、さっきと同じような内容になっちゃうんですけど、ただ最低限すぎるとちょっとこう風が吹いただけでもピックがポトって落ちちゃうみたいな感じになっちゃうじゃないですか。その言葉のまんまやるとちょっと違うんですね。ピックが弦に当たった時にも落ちない程度の最低限っていう感じになるんですよ。ピックが弦に当たる時って、まあちょっと近くでやってみますね。これが弦だとします。これに力が入ってたとします。そうするとピックが力を逃がしてくれないんで、弦をものすごいガッて引っかいていく感じになっちゃうんですね。なんですけど、最低限の力、ちょっとぐらつくぐらいの力で持ってあげれば、こう当たった時にこの指先とかピックがこう、衝撃を吸収してくれるんですよね。衝撃を吸収してくれるんで、次の弦にこう滑らかに進んでいくことができるっていうような感じです。力が入ってるとここで一旦止まっちゃうんですよ。なんで出だしでバチンみたいな感じになっちゃうので、
もし強いアクセントを出したいとき、例えば、まあ、G でちょっとダウンダウンダウンで弾いてますね。これにアクセント入れます。これ強いところと弱いところの音ってかなり音量差あるんですよ。強い弱い強い弱い強い弱いってなってるんですけど、でこの強いアクセントをつけたい時っていうのは、その弦に当たるこの当たってる瞬間だけちょっとだけ握るんですね、ピックを。ちょっとだけですよ。そんななんか思いっきりギュッて握るわけじゃないんですけど、まあどのぐらいですかね。あのこれ今もうほぼほぼ飲み終わったコップなんですけど、これを持ってる時より弱いぐらいですね。まあこれちょっと皆さんに持ってもらうことはできないんで伝わらないかもしれないですけど、まあ思ってるより弱いですよ。だけど全く力が入ってないわけではないです。あの強いアクセント弾くときは、弱いアクセントのときは逆にもう本当にもうなんかちょっと引っ張ればすぐポッて取れるぐらい優しく握ってます。かなりグラグラする感じですね、こういう弱いストロークのときは。強いときはちょっとだけ握るっていうような感じです。ただまあ最初はですね、強いアクセントを入れるとか弱いアクセントを入れるとかじゃなくて、もう極力弱い力でストロークをするってことにまず慣れていった方が絶対にいいので、変な癖ついちゃうんで、まず極力最低限の力で持つっていうので、トライしてみてください。次は5つ目、ストロークの幅と軌道ですね。でストロークの幅って何のことかっていうと、ちょっと一回やってみます。今ストロークの幅ってここからここあたりだったと思うんですね。弦ってこう、まあ、6弦から 1弦まであって、でその中間って大体その3弦と4弦ぐらいじゃないですか。でこの3弦と4弦ぐらいがそのストロークの幅の中心点になるように弾いてもらいたいんですね。ダメだね。例えばちょっと上にずらして弾いてます。もう1弦まで弾き切れてないじゃないですか。もう中心点がこの辺になっちゃってるんですよね。なのでこのストロークした時のこの幅の一番下の方でこうちょっとだけこう4、5弦ぐらいをこう弾いちゃってるみたいな感じになっちゃってるんで、じゃ今度下すぎるとどうなるか。これだと、まあ、中心点がこの辺になっちゃってるんですけど、6弦まで弾けてないじゃないですか。なんでこのドーンと音が出せてないんですよ。なので、まあ、の1弦から6弦までの中間、まあ、3弦と4弦の間ぐらいに中心点があるんだなって意識して、そこにめがけてストロークしてください。で次がですね、ストロークの軌道ですね。ストロークの軌道は、まあ、ちょっと分かりやすい例でやってみますね。まずE例からいってみます。まあ割とこの弦に対して、まあ、90度に入っていくような、まあ、実際90度にはなってないんですけど、まあ、若干こういう感じにはなってるんですけど、じゃあ今度悪い例でいってみます。かなり斜めになってますよね。これだと、あの6弦弾いてる時の音色と1弦弾いてる時の音色にかなりばらつきが出ちゃうんですね。それに、まあ、結構引っかかりやすいし、あとは音が結構カシャカシャした音が結構出ちゃうんで、あんまり整った綺麗なストロークができないんですよ。なのでなるべく理想はですよ、理想はこの90度にいけるようにしてあげるといいんですよ。それをどうやって調整するかっていうと、この肘の位置を調整してあげるんですね。肘の位置を落としてあげると、この90度にだんだん近づいてくるんですよ、この軌道が。でこの肘が上がれば上がるほどこの斜めになってきますね。理想はですね、この弦に対してこう直角にストロークするような軌道になってくれるのが一番いいっちゃいいんですけど、とはいえこのストロークしていくときってまっすぐ真下に落としてるわけじゃないので、どうしてもこう描いちゃうから多少まっすぐにはいけない部分というのはしょうがないんですよ。なんですけど理想は直角になるように肘そして肩を落としていきます。で今これ僕無理ない程度に肩と肘を落としてるんですけど、これ以上落とすと多分結構肩とか凝っちゃうというか疲れちゃう感じになっちゃうので、まあ無理のない程度に落としてあげればいいかなって思います。肘をまっすぐ落とそうって思うと、大体この肘がこう体の中心の方に来るような感じで落としてっちゃうと思うんですよ。そうすると低い位置がやたらとこう左側の方に来ちゃうみたいな、まあこれはこれで全然ありな弾き方ではあるんですけど、音が左に行けば行くほど音ってまろやかな音になってくる、輪郭がはっきりしない感じの音になってっちゃうんですよ。はっきりしますね。でちょうどいい場所っていうのが大体この辺で弾いてもらえるといいかなと思うんですけど、肘を落としてなおかつこの辺で弾くには、肘を真下に落とすんじゃなくて自分から見てこうちょっと右斜め下の方に落とすみたいなイメージでやってあげるといいと思います。であとはそのギターの座った時のそのフォームっていうんですかね、フォームがこうなってると
ここが邪魔して落とせないんですよ。なんでちゃんと、肘がこうですね、収まりがいい場所に来るまで左手でこう前に出してあげて、このネックを体から離してあげてください。そうするとどこかでふっと、あ、ギター弾く時のフォームこれじゃないみたいな、なんか落ち着くところが来ると思うんですよ。今そんな感じの、場所になってるんですけど、実際これでもまだ垂直になってないじゃないですか。でもまあ全然それでもこうなってるよりか綺麗な方になってると思うんですね。でまあ完全に垂直にすることはできないんですけど、なるべく垂直になるように近づけて、意識してやってあげるっていうような感じですね。で次はストロークした時にピックが弦のどこに当たるかっていうことですね。この辺なのか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 ですね。で一番いいのは、まあ、このアコギの場合はこのサウンドホールの右側の縁あたりですかね、このあたりです。このあたりを弾けるといいですね。で弾く場所が右に行けば行くほど音ってシャープになるんですね。まあ、これはこれで綺麗な音なので、曲の出だしの部分とかでやってあげると、結構効果的なのかなと思うんですけど、まあ、ずっとここでストロークしてると音が硬すぎてうるさいんですよ。なので、まあ、もうちょっと左にしたいんですけど、左に行けば行くほど音ってこうまろやかになってくるんですけど、輪郭もちょっとはっきりしない感じになってきちゃうんですね。なのでずっとここで弾いてると、まあまあこれはこれで単独で弾いてると綺麗なんですけど、まあなんていうんですかね、輪郭としてはちょっとぼやけてるのかなっていう感じになるんで、バランスがいいのが大体この辺なんですよ。ですね。まあエレキギターの場合は2ピックアップのハンバッカーハンバッカーみたいなタイプであれば、まあこのリアとフロントの間ぐらいですねで弾いてあげればいいかなと思います。でストラトの場合は、この真ん中のやつがセンターピックアップっていうんですよ。でここがフロントピックアップっていうんですけど、このフロントとセンターの間ぐらいがいいかなと思います。まあ間ぐらいだけど、まあ、センター寄りみたいな、まあ、この辺ですかねで弾いてあげるのがいいと思います。じゃあ、先ほどの、ポイント6つのポイントをですね意識してスタンドバイミーのコード進行で2回しぐらい弾いてみましょうか。いってみます。ワン、ツー、スリー。こんな感じですね。でもし、ストロークしててピックがずれるとかピックが落ちるっていった場合は、今まで言った内容のどれかができてないことが多いんですね。よくあるのがピックを持つ力が強すぎるか弱すぎるか、あとは、この腕の回転ができてないからピックが最初上を向いた状態からストロークして、でアップするときにまだ上を向いた状態からアップしちゃう、これが結構多いですかね。一番多いと思いますこれが。なのでしっかりと、腕の回転を入れてダウンするときはピックの先端がちょっとでも上を向いた状態からスタートする。で弾き終わったときは必ずお辞儀させてピックの先端が下に向いた状態からアップに突入するっていった感じですね。まあ、ゆっくりこういう風にやってあげてもイメージつくと思うんですよ。これを例えばピックの先端がずっと上を向いた状態でやろうとすると、あれ引っかかるみたいな、あ、いかないっていう感じになると思うん で、それをしっかりと回転入れてあげると同じような感じでポロロンポロロンってなるんですよ。で音色がこの状態で、今左手でこう触れるだけにしてこうミュートにしてるって言うんですけど、ミュートにして弾いてるんですけど、それが1対1じゃないと音が均一に揃わないんですね。例えば、あ、ちょっとうまくできないな、あ、今うまくできたな、あ、こういう感じになっちゃうんで、あとはストロークの幅が最初はこう真ん中が中心点になるように弾けてんだけど、だんだん気づくと上の方に行っちゃって、一弦あれ弾けてなくないですかみたいな感じになっちゃってる人も結構いますんで、鏡とか見ながらぜひチェックしてやってみてください。でギター始めた初心者の方って最初左手押さえるの超大変じゃないですか。なので、あ、ギターって左手が大変だよね、左手めちゃくちゃきついよねって思うんですけど、違うんですよ。ギターで一番難しいのは右手なんですね。
で左手は、ギター毎日触って練習してれば誰でも早く、動くようになるんですけど、右手はですねちゃんとフォームを意識して、で自分のフォームがどうなってるのかなって確認してやっていかないとうまくなんないんですよ。むしろ変なフォームでやってるとそれが癖ついちゃって悪化していく可能性も結構高いんですね。なんで独学でやっていくときに一番気をつけなきゃいけないのはそこかもしれないですね。っていうか多分そこですね。まあ結構もう何十年もギターやってるけどって言って僕のところにギタースクールの方に通ってもらってる方とかもいるんですけど、大抵フォームでつまずいちゃってる方が多いんですよ。でこれから始めたいって方はまだその変なフォームがない状態なので、で正しいフォームが最初から楽に弾けるフォームとは限らないんですね。コツを覚えちゃえばもちろん一番楽に抑えられる、まあ、楽に弾けるフォームなんですけれども、右手に関しても左手に関してもなんですけど、慣れないと我流でやっちゃうと変なフォームになっちゃうことってかなり多いと思うんですよ。なのでまあ慣れるまでちょっと弾きにくいかもしれないですけど、今言ったフォームとかっていうのをしっかりと意識して鏡を見ながら確認してください。でちょっとめんどくさいかもしれないですけど、なるべくその動画とかもですね定期的に撮ってあげて、で確認してあげてください。自分でこうやって上から見てるそのビジョンと実際こう前から見てるビジョンっていうのは結構違うんですよ。でカメラだともう本当に包み隠さずその辺、表現してくれるというか出してくれるんで、それで見て、でなんかそれ消さないでほしいんですね。まあ、全部消すなとは言わないですけど、まあある程度等間隔に撮っといて、例えば1日、5個とか撮ったとしたら、その中であこれが一番見やすいし、まあうまくできたなっていうのがあれば、それ撮っといてっていうのを、まあ1週間おきとか2週間おきとかで撮っていくじゃないですか。でそれをまあ3ヶ月半年1年って経った時に見返した時に、あの時これできてなかったな、あこの2ヶ月目のタイミングでここはクリアしたなとかっていうのが振り返られたりするんで、で振り返ることによって今の自分の課題とかっていうのを見つけることもできたりしますんで、すごいおすすめなんでぜひやってみてください。でこれまで独学でギターを、まあ、習得する方法、まあ、シリーズ1と2と、これが今3作目になるんですけれども、1個目2個目がもう結構できてきて余裕だよ、でなおかつ、まあ、今回言ったご説明した内容とかも大体頭に入ってきたなって言ったら、チラシの裏とかあとコピー用紙とかでもいいんですけど、8分音符の塊4つで1塊のやつを2つ書きます。でどこで弾くかどこで弾かないか、弾くところにちょんちょんちょんって下に印つけてってください。EX で使ったあったじゃないですか、練習のなんか画像みたいなのあったんですか、あれと同じような感じで書いてってもらって、で自分の新しいストロークパターンというのをこう自分で考えながら編み出していくみたいな遊びやってもらえると楽しいと思うんですね。まあちょっと分かりやすいような例をちょっとこの辺に出しておきますんで、作って出しておきますんで、もしよかったらそちらも試して、でそれでスタンドバイミーを弾いてみるみたいのをやってみてください。そうですね、今ちょっと適当に考えてみましょうか。そうですね、この8つあるうちからいくつか音抜いていきたいと思います。ここ抜きましょう、ここも抜きましょう、ここも抜きましょう、ここも抜きましょう。そうすると最初はダウンアップの後は一回空振りが入って、あとは全部アップが来るみたいな感じで埋まると思うんですね。これ一回ちょっと弾いてみます。せーの、これはこれでありそうというか結構ありな感じしませんか。まあ、こういう感じでいろいろ遊んでもらうことはできますん でちなみに一番最後だけダダンダンダンダじゃなくてダダンダンダダダダーンって終わったじゃないです だからその部分的に一番最初始まるところだけとか、一番最後終わるところの一番最後のところだけちょっとなんかストローク増やしちゃうとか逆に減らしちゃうみたいな感じのちょっとしたアレンジとかっていうのも全然やってもらって大丈夫なんで、日頃からですねこういった遊びをやってないと突然なんかこう即席でやれって言われても結構できなかったりするんですね。例えば今まで言われた通りしかやってない、楽譜に書いてあることしかやってないっていう状態で、まあライブとかあと人と合わせてる時とか遊びとかでもいいんですけど、やってる時になんか最後終わるところだけちょっと雰囲気変えたいなってなっても、例えばやりたいなと思ってもみたいな感じでどうやってやっていいのか分かんなくて混乱しちゃうっていうような感じになりかねないので、まあ、日頃からですねちゃんとちゃんとっていうのもおかしいんですけど、まあ、いろんなパターンで遊んで、で今までこう自分の中でこう作ってきたこのパターン良かったなっていうのがあれば、そのパターンとかを交互にやってみるとか、
それかこのパターンを2回やったら言い前なで違うパターンを1回挟んでとかっていう風にですね、いろいろこうアレンジ加えてやってもらえるといいと思うんですね。で、音を弾いていいところ、抜いていいところっていうのはもう8つしかないわけじゃないですか。その中で音を、まあ、入れたり抜いたりしていくだけなので、まあ、あの紙に書いてやってみれば、あ、案外単純だなって気づくと思うんですね。これも自分で書いてやってみないと、この説明聞いてもなんか複雑そうで難しいなって思うと思うんですよ。でもやってみるとそんなに複雑じゃないんで、ぜひ書いて遊んでやってみてください。で、ギターはですね、遊びながらやると一番上手くなるんですよ。なので、なんか教本買ってそれの通りにこう CD 聴きながらレッスンワンジャンジャンみたいな感じでやるよりかは、なんかまあこういう何ですか、小ネタみたいの聞いたら自分で紙に書いたりとか、あの、まあ紙に書かない人だったらまあパソコンで打ってもいいですし、何でもいいんですけど、まあスマホにまとめてもいいですし、それで自分なりの解釈で考えてみる、そこから発展して、アレンジとかしてみるとか、まあアレンジっていうのはさっきのストロークパターンのアレンジってことですよ。曲のアレンジじゃないですよ、まだ。まあもちろんいろんな知識がついてきたら曲のアレンジとか作曲とかどんどん挑戦してもらった方がいいと思いますし、まあいっぱい遊んだ人の方が早く上手くなると思います。ということで、今日の内容はここまでにしようかなと思います。で、一応おさらいしておきますと、ストロークのフォームに重要なポイントっていうのは6つあります。ちょっと読み上げていきますね。1つ目が肘を支点とした手の振りですね。これですね。ここが支点。で、2つ目が腕の回転ですね。この肘を支点とした振りに、この腕の回転を加えるっていった、ポイントですね。で、3つ目が、まあ、脱力ですね。肩から先に力を入れない。で、4つ目、ピックを持つ、まあ、力加減ですね。まあ、なるべく最小限の力、最低限の力で、持ちましょうっていった感じですね。で、5つ目はストロークの幅と軌道ですね。ストロークの幅は、このストロークの幅ですね。この中心点が、この弦の中心点、3弦と4弦の間に来るように振りましょうっていった感じです。こんな感じですね。これだと上にずれちゃってるんで、こっちです。で、軌道っていうのは、こう斜めにならないように、なるべくこの垂直にこうなるように、肘の位置を落としましょうっていった感じです。真下じゃなくて、なるべくこの右下の方に落としてあげる。で、なるべく、この斜めじゃなくて、このまっすぐ、垂直になるような軌道を、まあ、心がけてあげるっていうような感じですね。で、最後、弦を弾く場所ですね。まあ、今これアコギですけど、アコギだったらこの辺ですね。で、弾いてあげましょうっていった感じです。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信してますので、よかった、参考になったって方は、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。